1880年、ピエールプティエヌ、ピエールプティ撮影クリゾゴーヌ・シリル・ローズは、フランスのクラリネット奏者、教育者、作曲家。パリ音楽院で、イアサンとクローゼに指示し、1847年に、プルミエプリを獲得。ソリストとして、後半に活動することはなく、オーケストラ奏者として、重要な地位にあり、1857年から1891年に、 かけて、パリオペラザ管弦楽団の主席奏者を務め、また1857年から1871年に、かけて、パリ音楽院管弦楽団に在籍した。ローズは1876年から1900年まで、パリ音楽院の教授となり、後進の指導にも成果を残した。弟子には、ルイカ・ユザック、ポール・ジャンジャン、アンリ・セルメールとアレクサンドル・セルメールなどがいる。また、 後に続く卒業試験曲の新作移植をクラリネット科において始めた教授でもあり、1897年から退任までの4年間でジョルジュ・マルティ、シャルル・マリー・ビドール、アンドレ・メサジェ、オーギュスタ・オルメスに作品を移植し、メサジェを除いた3人からは公式に作品を検定されてもいる。作曲家としては、オーボイ奏者、フランツ・ビル・ヘルム・フェルリンクの練習曲を編曲した。 32の練習曲、自作の40の練習曲が有名で、どちらもクラリネットのためのスタンダードな練習曲として、広く教育現場で用いられている。パメラ・ウェストン・モア・クラリネット・ビルト・トオージ・オブ・ザ・パスト、フェントン・ミュージック、ハット・ドナルド・マッカス・レンはアバウト・ザ・コンポーザー・シリル、ローズ・40・スタディーズ・フォー・クラリネット、BK1、アルフレッド・ミュージック・パブリッシング、 ハットエリック・ホープリッチ・ザ・クラリネット、イエール・ユニバーシティ・プレス、ハット・ジー、ハリー・クラリネット・ソロズデ・コンクール、1897から1980、19アン・アノテーティド・ビブリオグラフィ、インディアナ・ユニバーシティ・プレス、ハット、48の、練習曲作品31から抜粋。ありがとうございます。